聖マグヌス像、ニーダロス大聖堂聖マグヌス、または、オークニー・ハク、マグヌス・エーレンドソンは、スコットランドに属するオークニー博・ハク、1108年から1115年までそのくらいにあった。彼の物語は二つの差がとなり、マグヌス・サガ、レジェンダ・デ・サンクト・マグノ、として残っている。マグナス・エーレンドソンとも呼ばれる。彼の祖父である、オークニー博・ハトール・フィンには、 エーレンドとポールというソーセージの息子たちがいた。彼の妻インギビオルグの父親の名前はフィン・アルネッソン、と言い,い、ノルウェー王・オーラブ2世とハーラル2世の血を引いていた。マグヌスは、エーレンドとオールフィンソンの息子として生まれ、父エーレンドは、最初マグヌス3世の進化だった。マグヌス3世は1 9 9 8年に、オークニーの所有権を、エーレンドとポールの兄弟から取り上げた。 ポールの息子、ホーコン・ポールソンは、ノルウェー王子、シグルドの摂生となり、彼は1105年に、オークニー博となった。オークニーの佐賀によると、マグノスは経験で入和であるという評判の持ち主で、その信仰ゆえに、バイキングが荒らすアングルシートでの戦闘を拒み、ノース人に経歴を抹消されてしまったという。彼は、スコットランド王国への亡命を強いられたが、1105年に、 帰還コホーコンから継承権を奪い取った。認可がうまくいかなかったため、彼はエイステンに西洋の助けを借り、白陵を1114年までホーコンと有効的に共同統治を行った。二人の共同統治が崩壊すると、双方はメインランド島で戦闘を開始した。和平を交渉するため、二人の伯爵は互いに二隻の船のみを連れてエギル政治まで面会した。 マグノスは1115年4月16日に2隻の船で到着したが、ホーコンは8隻の船を引き連れるという裏切り行為を行った。マグノスは捕らえられ、亡命するか幽閉されるかの選択を迫られた。しかし、オークニー諸島の族長らによる評議会は一方の伯爵の死を求めた。ホーコンの死者、オフェイグはマグノスの処刑を拒み、怒ったホーコンは、 自分の料理人リフォルフに命じ、マグノスの頭を斧で切り落とさせた。マグノスははじめ、死刑執行人たちの魂のため祈ったという。彼の亡骸は殺された場所に埋葬された。彼の伝説によると、墓の周囲の岩石地は、奇跡のように緑地となった。後、マグノスの母トーラは、息子を教会へ埋葬したいとホーの許可を仰いだ。ホーはそれを許し、マグノスは、 バー制のキリスト教会に埋葬された。そこでは、数多くの奇跡的な出来事と癒しが報告された。オークニー司教老ウィリアムは、そのような噂に振り回されてはならないと警告したところ、彼はたちまち盲目となった。老ウィリアムは、マグノスの墓の前で祈りを捧げ、たちまち死力を取り戻した。マグノスの老いログンバルドは、オークニー白衣を請求し、 父チチコルの助言を得て、おじの記念にカーアックウォールに石像の境界を寄進すると島民たちに約束した。これが聖マグヌス大聖堂となった。1137年に始まった大聖堂の封建でマグヌスの遺骨が移動され、1917年に円柱の中の隠されたくぼみから損傷を受けた頭蓋骨を含む遺骨が箱詰めされて発見された。これらは疑いもなく、 聖マグヌスの遺骨だとされている。フェロー諸島では、エーレンドル司教のいた13世紀に、聖マグヌス大聖堂が建てられた。この教会でも、聖マグヌスを祭り、1905年には遺骨が発見された。カークユーボールはフェロー諸島の最も重要な史跡の一つで、世界遺産登録が期待されている。ヨーロッパでは、聖マグヌスのために捧げられた教会が21カ所ある。 ありがとうございます。